ジクロロメタンは分子式を CH2CL2 と表される有機溶媒の一種。寛用名は塩化メチレンといい、産業界ではこちらの名称を使うことも多い。DCM、MDC などと略される場合がある。常温では無色で強く甘い方向を持つ液体。非常に多くの種類の有機化合物を溶解する。また難燃性の有機化合物であることから、 広範囲で溶媒や溶剤として利用されている。特に金属機械の油脂を洗浄する用途で多用されているが、環境負荷と人への毒性の懸念から PRTR 法により利用と廃棄が監視される物質でもある。作業環境の管理濃度は 50ppm であり、その記録の保存は30年である。工業的にはメタンあるいはクロロメタンと塩素等400摂氏500度で、 ででラジカル反応させるることで得られるクロロメタンはメタンよりも早く塩素化されるため、本製法ではメタンの H が CL で立ち換された混合物が生じる。例に挙げるとメタンと塩素と同量で反応させた場合、クロロメタン37%、ジクロロメタン41%、トリクロロメタン19%、テトラクロロメタン 3%の生成比となる。この混合物から複製生物の塩化水素を除去した後、上流によって生成する。ジクロロメタンはメタンの塩素化物の中では最も安定であるが、高純度品を長期保存した場合光や酸素により、酸化分解されてわずかに塩化水素やホスゲを含む場合がある。従って、アルコール、アミン、オレフィンなどに属する。 安定剤が微量添加されていることが多い。また密選して、社交保存する必要がある。塩化メチレンの2016年度日本国内生産量は51,874トン、工業消費量は7,759トンである。ジクロロメタンは多くの有機化合物を溶解し、水と混ざらず、沸点が低いなどの条件を備えているため、有機化学においては、 クロロホルムと並んで利用される溶媒である。酸性条件に対して安定であるため、フリーデルクラフツ反応など、ルイス酸を用いる反応、酸塩化物を用いるアシル化反応、スワン酸化などの酸化反応に常用される。有機合成の溶媒として用いる場合、通常の反応には、モレキュラーシーブスなどで脱水する程度で十分な結果が得られる。 精密な実験の場合は水素化カルシウムなどを乾燥剤として蒸留生成する。ナトリウムは反応し爆発の危険があるため乾燥剤に用いてはならない。工業的にはオゾン層破壊問題で一部のフロン類が製造禁止になって以来金属機器の洗浄剤の代替物質としてジクロロメタンは金属加工業を中心に大量に利用されている。しかし、 現在では PRTR 法規制物質として大量使用者は購入量、排気量及びその差分である環境放出量の報告を義務付けられており、大気中への放出量は削減することを求められている。それに合わせて代替となる溶媒の研究も進められている。環境対策、演奏フリーの観点から大学、企業、研究機関などは自主的に ジクロロメータンの使用を制限している。可能な限り他の溶媒を使うように努力を行っている。また、業者を通じて使用済みジクロロメタンの回収、リサイクル、再利用も行っている。人に対しては皮膚、または目に接触すると炎症を引き起こす場合があることが知られている。蒸気を大量に吸引すると麻酔作用を示し、中枢神経系を抑制する。 慢性毒性として、肝機能障害が知られている。2012年、日本の印刷企業従業員に、炭管癌が多発していることが判明した。当該職場では、ジクロロメータンと1、2、ジクロロプロパンを大量使用していたため、関連の有無について調査が行われている。厚生労働省ではこれらの調査を踏まえ、2013年3月に、以下のように報告した。 単管んは、ジクロロメーターまたは1、2、ジクロロプロパンに長期間、高濃度曝露することにより発症し得ると、医学的に推定できること本件事業上で発生した単管んは、1、2、ジクロロプロパンに長期間、高濃度曝露したことが原因で発症した、外然性が極めて高いこと報告事例では1、2、ジクロロプロパンが重視されているが、 ジクロロメタンによると思われる、単管癌に対しても後に労災が認められた。国際癌研究機関による EARC 発癌性リスク評価でも2014年にグループ2バイトからグループ 2A に昇格された。以上のことから、労働安全衛生法の第二類、物質特別有機溶剤等に指定されている。ありがとうございます。